消防などによりますと、今日午後3時20分ごろ、浦添市にあるコンクリート造りの平屋建ての住宅で、煙が出ていると近くに住む人から通報がありました。消防が駆けつけたところ、室内で倒れていた60代とみられる女性1人を発見し、救助しましたが、その場で死亡が確認されました。警察は死亡した女性の身元の確認を進めるとと,ともに、 火事の原因を詳しく調べています。